マネタイズ設計、読者の行動のところですね。ここももうめちゃくちゃ重要です。で、最初にこちら見てほしいんですけど、やっぱ稼ぐ人、稼げない人の特徴で、稼ぐ人っていうのは読者に行動を促している。稼げない人、読者に行動を促していない。まあ、この違いがあるんですね。で、これどういうことかっていうのが、今回の話を聞いていくとわかると思います。で、まず最初に皆さんこれ絶対覚えてください。それがこちらの通り、すべての記事には存在意義がある。まあ、これを必ずもう今日頭に絶対打ち込んでください。すべての記事は絶対存在意義があるんですね。で、よくブロガーとかでありがちなんですけど、まあ、ブログ書くのが楽しいから、結構意味のない記事も書いてしまうみたいな。なんとなく自分の書きたいことを記事にする。で、それも全然いいですし、昔もずっとやってきたんですけど、やっぱりそのビジネスとしてやっていくんだったら、まあそれじゃ稼げないんですね。じゃあその際に考えるべきっていうのが、やっぱ全ての記事からこう収益を生み出すための設計の思考ですね。で、どんな感じかっていうと、副業スペースの、で、もう一回このテンプレ見てみましょう。で、1、2、3までは一緒で、4の行動の場所ですね。読者の行動は、マネタイズ設計っていう場所で、ランサーズに登録を促し、報酬を得るって書いてますよね。で、これどういうことかっていうと、スマホでできる副業っていう感じで、こう、読者を集客して、で、そこから、ランサーズっていうのを登録すると、副業いろいろ探せますよ、みたいな。で、ランサーズってアフィリエイトやってるんですね。で、一回無料登録してもらうと、確か2、300円とかかな。まあ、金額は少ないんですけど、例えば副業スペース、スマホとかの、キーワードで上位取るじゃないですか。そしたら毎月多分数千円から、まあ、1、2万ぐらい入ってくると思いますよ。そんな感じで、数、なんか、アフィリエイトの単価はちっちゃいんですけど、でも収益は結構入ってくると思います。まあ、そういったものとか、もう一つちょっと例を出していくと、例えばこちら、英語上達早いのやつですね。で、これに関しては、1、2、3は、先ほどお話した通りで、で、4の場所ですね。日常会話の参考書を読むとか、まあ、例えば、英語上達早いっていう記事を書きながら、なんですか、例えばその、英語上達させるんだったら、もっと日常会話をどんどん話していかないといけません、みたいな。でも、日常会話、そんな、言葉出なくて詰まっちゃいますよね、みたいな。そういう時は、英語のフレーズを覚えないとダメですよ。私は、この参考書を買って勉強しました、みたいな。で、これ皆さんぜひ買ってください、みたいな。まあ、そんな感じで書いていったら、記事読んだ方っていうのは、あ、そっか、みたいな。自分確かに、日常会話の英語フレーズ全然覚えてないな、みたいな。じゃあ、この本ちょっと買っとこうかな、みたいな。もしくは、このアプリダウンロードしとこうかな、みたいな。で、そこの、例えば本とかが売れたり、アプリのインストールされたりすると、その、ブロガーの方にこう収益が入ってくるみたいな。まあ、こういう仕組みです。で、これ大丈夫ですかね。この、収益化設計っていうのを、してない人がめちゃくちゃ多いんですね。で、昔の僕も本当にできてなかったんです。なんていうんですかね。例えば、なんか、これよくブログを好きな人ほどこの罠に陥ってしまうというか、ブログでいい記事を書いたりすると、まあ、SNS でちょっと拡散されたりして、まあ、それ嬉しかったりするんですけど、でも拡散されだけじゃやっぱお金っていうのは0円なわけですね。で、それだけじゃなくて、やっぱりその、どうやってお金を生み出していくかってここまで深く考えないと、やっぱりその、プロにはなれないというか、まあ、プロってなんだよって話なんですけど、やっぱりブログで3万、4万、5万みたいな。10万みたいな。まあ、それで稼ぐ人っても結構プロ級だと思うんですね。で、そこを目指すには、やっぱりこの収益化設計めちゃくちゃ重要ですよっていうところですね。で、まあ、一応今回話したいこと、まあ、大体終えたんですけど、まあ、ただ一つだけ重要な点っていうのがあって、何かっていうと、それがこちらの通り、すべての記事からセールスをしない。これ重要なんでもう一回言いますね。すべての記事からセールスしちゃダメです。皆さんこれわかりますかね？よく僕の元にブログ相談が届いて、で、それで、サイトなんか全然稼げないですみたいな。まあ、そういう人のサイトを2回目見に行ったりするんですよ。で、見に行った時に毎回思うのが、どの記事を開いても、全部なんか商品の宣伝ばっかりみたいな。なんていうんですかね、押し売りっていうわけではないんですけど、記事を一番最後まで読むと必ず商品が貼られてるみたいな。で、皆さん質問なんですけど、どの記事を読んでも、毎回なんかセールスみたいな文章、セールス、なんか売り込み文章みたいな書いてあったら、その記事読みたいと思います。例えばなんですけど、僕が運営して学ぶのがあるんですか。で、もしかしたらこの動画見てる方の大半の方って僕のブログ何回か読んだことありますよね。で、じゃあ僕のブログでそんなになんか商品の売り込みってありましたかね。多分ほぼないと思うんですよね。まあそういった感じで収益化の設計っていうのも大切なんですけど、すべての記事で商品を売るっていうのはやめてほしいんですね。なんでかっていうと、まあ押し売りになってしまいますし、場合によっては、なんか、ちょっと、ご利用しになってしまうというか、例えば、英語上達早いっていうキーワードで集客をして、無理やりアフィリエイト収入の高いオンライン英会話に流し込もうとするみたいな。まあ、こういうことやっちゃう人いるんですけど、まあ、それ基本やめた方がいいですね。じゃあ、収益につながりづらいキーワードの場合どうするんだって話なんですけど、例えば、こちらの例も一回見てほしいんですけど、英語上達早いっていうキーワードに対して、こう、1、2、3って作っていって、4の、マネタイズ設計見てほしいんですけど、そこに、英会話フレーズの記事に誘導するっていうふうに書いてますよね。なので、例えばなんですけど、英語上達早いみたいなって、英語上達早い人は、なんか英語のフレーズをめちゃくちゃ暗記している人ですみたいな。まあ、そんな感じの文章を書くとするじゃないですか。で、それで、英語の日常会話フレーズをもっと知りたい人は、こちらの記事もぜひご覧ください、みたいな。まあ、そんな感じでやれば、英語上達早いっていうキーワードから、こう、読者さんが流入してきますよね。で、その人が、日常会話のフレーズまとめの記事にまた流れてきますよね。で、日常会話のフレーズまとめの記事の一番下に、もっと知りたい方は、こちらの方も買ってみてください、みたいな。っていうふうにやったら、まあ、3段階になるわけじゃないですか。集客用の記事と、あと、収益化用の記事と、あと、商品みたいな。まあ、これわかりますよね。まあ、こんな感じで、全ての記事からセールしないっていうのもぜひ覚えておいてください。僕のチャンネルは基本的に稼ぐというテーマにおいて発信をしています。で、もし、今後収入を伸ばしたいとか、もっとなんか人生の難易度下げていきたいみたいな、まあ、そういう方がいたら、チャンネル登録しておいていただけると、もちろんその全部の動画を見ようとかっていう、そういうふうに言うわけじゃなくて、この動画の内容ちょっと気になるなとか、この、なんていうんですか、内容って自分あんまり理解してなさそうだなみたいな、そういう動画が流れてきたら、ぜひ移動中とかで聞いてもらえると嬉しいです。で、聞いてもらいつつ、かつそのまま行動を実行していくと、多分収入とか、あと、まあ、会社で出世するとかもそうだと思うんですけど、またフリーランスとして独立して稼いでいくとか、まあ、そのあたりの知識っていうのはもう確実にこうアップデートされていくと思います。なので、もしよかったらチャンネル登録しておいてもらって、見ていただけると嬉しいです。